池袋駅をご利用の皆さん、お集まりの皆さん、こんばんは。日本共産党です。ただいまからこの場所をお借りしまして、日本共産党衆議院12区池内沙織候補必勝の街頭演説を始めさせていただきます。どうぞ足を止めてお話を聞いてください。私は司会を務めます豊島市選出東京都議会議員の米倉春菜です。よろしくお願いいたします。皆さん、総選挙は来週日曜日22日が投票日です。安倍政権を終わらせる歴史的なチャンスです。憲法9条を守る暮らしがかかった大事な選挙です。皆さんの一票一票で市民と野党の共闘を果たしてください。比例代表ではこの共闘を進める日本共産党を伸ばしてください。小選挙区東京12区からは池内沙織候補、何としても国会に送り出してください。よろしくお願いをいたします。それでは初めに応援に駆けつけてくださいました安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合世話人であり法政大学教授山口二郎さんをご紹介いたします。池袋の皆さん、こんばんは。ご紹介いただきました法政大学の山口です。私は市民連合の呼びかけ人として、今回の総選挙で市民と野党の協力によって安倍政治を終わらせよう、長い運動を続けてきました。まあ、民進党の分裂で本当にちょっと危うくなったんですけど、まあ、ともかく立憲民主党が立ち上がって市民と野党の協力の体制を再構築することができました。そしてその協力の体制を作るにあたって、日本共産党の皆さんが本当に重い苦しい決断をたくさんしてくださったことで、小選挙区の多くの場所で一騎打ちの構図ができました。これによって本当に今の日本を憂いうる市民に分かりやすい選択の構図を作ることができました。だからこそこの12区では池内さんを何としても小選挙区で勝たさなきゃいけない、そういう思いで私は今日応援に駆けつけてまいりました。実は私は日本共産党の候補者の方をこうやって車の上で応援をするのは初めての経験でありますし、まして今日は桑田哲三先生が隣においでいることで緊張もしてるんですけども、しかし全く違和感はありません。なぜかといえば、今のこの日本で安倍政権がどんどん壊していくこの日本で、当たり前のことを主張していけばおのずと共産党の政策と重なってくるんですね。これは論理の必然的な秘訣なんです。共産党の政策、極端ですか？例えば戦争と独裁には絶対に反対したい、政府は常に憲法を守って政治をしていくべきだ、あるいは一握りの富裕層だけが富を蓄えていく、格差や貧困が広がる今のアベノミクスではなくて、普通に真面目に働く人とその家族が人間らしい生活が送れるような、そういう社会を作っていこう。全部これ当たり前の話です。安倍政権はこの当たり前を次々と壊していって、そして憲法を踏みにじり、国内では大企業と富裕層だけが利益を垂れ込むような経済政策を5年も続けてきて、日本の社会をずたずたに切り裂いてしまっているわけです。だからこそこの現状を憂う私たちは、今までの多少の違いは乗り越えて横に大きく手をつなぎ連帯をしていって、安倍政権を倒すという共通の目標のもとに力を合わせなければならない、私も固く信じております。今回の総選挙、先ほど司会の方からお話もありましたが、日本の命運を決める本当に
重要な選挙です。安倍政権を許すのか止めるのか、独裁なのか民主主義なのか、戦争なのか平和なのか、こういう大きな選択を私たちはこの総選挙でしなければならないんです。安倍さんは選挙戦の中で北朝鮮の脅威に屈しないなどということを簡単に言っています。そしてアメリカのトランプ大統領のお尻を追いかけてどこまでもついていく、日米の軍事同盟を強化していく、トランプ大統領との盟友関係を強化していく、それが北朝鮮の脅威に対抗する道であるというようなことを言っています。しかし本当に現実をしっかり見た政策というのは一体何でしょうか。安倍さんは国連総会でも対話は無意味、圧力あるのみ演説をしました。しかし世界中を見渡してみて対話を否定している、力ずくの解決を主張している首脳というのは実は安倍さんぐらいのもんですよ。安倍さんのせいで日本は世界の孤児になりつつある。ロシアだってドイツだってあるいは韓国だってみんな戦争はダメだ、政治的な話し合いによる解決しかないということを主張しているんです。あのトランプ大統領が勢い余ってあるいは売り言葉に買い言葉の何かの偶発的な要因で朝鮮半島で戦争が起こったらどうなるか、安倍さんの今のトランプ追随姿勢こそ日本に戦争を呼び込むとっても危険な道なんです。それは現実をしっかり見た政策ではない。今我々がこの東アジアの現実を見るならば安保法制を白紙に戻し憲法を守ってしっかりと平和を追求していく、政治的な解決を求めていく、これこそが現実的な道なんだと私は思います。市民の皆さんに私は訴えたいことがあります。みんなもっと自由になろう、自由になって自分の選択を決めようと、私は今日はこのことを一番言いたいと思ってやってきました。自由になるとはどういうことか。もちろん基本的人権を侵害する盗聴法や特定秘密保護法に反対をしてこれを撤回させていく、非常に大事な自由を守る大事な戦いです。しかし私たちが本当に自由になりたいと思ったら私たちの内側にある見えない鎖から私たち自身を、自分自身を解き放たなければいけません。それはどういうこと。要するに偏見とか根拠のない思い込みとか、まあ、考えるのが面倒くさいからなんとなくみんながやる通りやっていこう、そういうものの決め方をやめる、ありのままにしっかりとものを見る、ありのままにしっかりと意見さんを見る、共産党の政策を読む、そうしたら今の日本にとっていかにこの池内さんという人が必要か、あるいはこの日本を立て直し平和と私たちの暮らしを守るために共産党の政策がいかに役立つか分かるはずです。どうか皆さん思い込みや偏見やしがらみを捨ててありのままに政治を見てください。そして今の日本誰が壊そうとしているのか、誰がこの日本の平和と私たちの命や生活を守ろうとしているのか、しっかりと見つけていただきたいと思います。選挙戦はあと1週間ぐらい、まあマスコミの調査ではなんとなく与党優勢なんて話もありますけども、勝負はこれからです。国会選挙の時だって最後の2週間にガラッと大きく流れが変わって自民党は大敗したんです。今の政治はおかしいな思う人がね、みんなで投票所に足を運んでおかしいと思う気持ちをありのままに投票用紙に表現をすれば自民党が勝つなんてことは絶対にありえない。どうか皆さんお友達や仲間や親戚やいろんな人たちに今度の選挙大事だよ、しっかりとこの選挙でいろんな政治家の政策を見て候補者の人柄を見て自由に決めよう、誘ってください。実は私もこの12区豊島区の住人なんでもう本当に思いっきり池内さんに投票したいと思うんです、ね、ですからみんなの力で
意見者をもう一度、ね、小選挙区で勝たして国会に送り戻そう、その気持ちをみんなで共有したい、その最後の最後までみんなで共に頑張り抜きたいということを申し上げて、私からの応援のメッセージといたします。ありがとうございました。ただいまのお話は、安保法制の廃止と立憲主義の回復を求める市民連合世話人、山口二郎さんでした。ありがとうございました。どうもでした。続いて訴えますのは、この総選挙に衆議院東京12区東京ブロック比例代表重複立候補しています、日本共産党池内沙織候補です。ただいまご紹介いただきました日本共産党東京12区、私池内沙織です。池袋駅をご利用の皆さん、雨の中お越しいただいた皆さん、心から感謝いたします。みんなの力で安倍政治を終わらせる、盛りかけ疑惑に蓋をして逃げ切ることは許さない、東京12区池内沙織、比例は日本共産党、どうか大きく伸ばしてください、心からお願い申し上げます。安倍政権が強行した悪法数知れず、2013年国民の目耳口を塞ぐ秘密保護法強行、2015年今の憲法9条のもと集団的自衛権は使えない、この政府見解を180度転換し、安保法制戦争法強行、そして今年6月共謀罪、沖縄米軍新基地を押し付け原発再稼働へと暴走する、果てはカジノの解禁まで、もう我慢の限界です。悪法強行その度に私は心に怒りを燃やしてきました。皆さんの声を力に安倍政権と対決してきました。国会で初めてとなる LGBT、 いわゆる性的マイノリティの皆さんの人権の問題を取り上げ、ヘイトスピーチを許さない立場で行動し、魂の殺人といわれる性暴力被害の根絶へ論戦を重ねてまいりました。誰もがたった一度のかけがえのない今を生きている、尊厳を持って生きられる社会に変えなければなりません。私は政治に正義と信頼を取り戻したい。一体誰のための政治でしょう。皆さんの働く賃金、実質賃金は下がり続け、労働者を1人当たり10万円もマイナス、家計消費は22万円マイナスです。アベノミクスの大失敗、消費税増税なんてとんでもない、大企業や富裕層に大分の負担を求めて13兆円の財源、皆さんご一緒に作り上げようではありませんか。私は今度の総選挙、安倍政権との憲法改悪正面対決だとこのように思います。自民党、日本維新の会、そして希望の党、3つまとめて憲法改正を公約に掲げた。安倍首相は言います。憲法9条3項を作って自衛隊という言葉を書き込もう、書き込むだけだからいいでしょ、現状何も変わらない、このように安倍さんは言いますが、本当にそうか。書き込むだけで変わらない、だったら書かなければいいんじゃないでしょうか。憲法9条に3項を作って自衛隊書き込めばどうなるか、あの違憲の安保法制を追認し、無制限で海外での武力行使、まさに名実ともに戦争する国へとこの国を変えようとしている、これこそ安倍政権の本当の狙い。戦争法を通して共謀罪を通す、憲法を守るつもりもない政権がそれを変えるなどと厚かましい政権だと言わなければなりません。皆さん、安倍政権による改憲の野望打
しょう。過去幾多の試練に耐えて勝ち取ってきた日本国憲法、皆さんご一緒に未来の世代に手渡そう。安倍政権に壊させるわけにいきません。日本共産党はぶれません。必ず皆さんの声を力に誠実に仕事をします。野党と市民の共同、その要となって必ず政治を変えていく。どうか比例代表で日本共産党、そして東京12区、私池内沙織35歳を皆さんのお力で何としても押し上げていただきますように重ねて心からお願い申し上げまして、私池内沙織からの訴えとさせていただきます。どうか立ち上がらせてください。ありがとうございました。ただいまの訴えは東京12区比例代表で京福立候補しています日本共産党池内沙織候補でした。最後にお話をいたしますのは日本共産党前議長不破哲三さんです。皆さんこんばんは。日本共産党の不破哲三でございます。今日は雨の中、たくさんの方が私ども演説会に足を止めていただきまして本当にありがとうございます。心からお礼を申し上げます。また市民連合を代表して山口二郎さんが大変温かいご挨拶をいただきました。山口さんにも心からお礼を申し上げます。皆さん選挙戦中盤に入ろうとしていますが、選挙の直前に世界から日本の国民に大変素晴らしい贈り物が届けられました。核兵器廃絶を目指して運動してきた国際組織 ICANがなんとノーベル平和賞をもらったんです。7月には核兵器禁止条約が採択された。10月にはこの運動にノーベル平和賞が授与された。本当にこの年は日本国民にとって素晴らしい年になったんじゃないでしょうか。核兵器廃絶という日本国民の願いがまさに世界の政治と世論を動かす大きな流れ、中心の流れになったんです。では皆さん、日本の政治はどうでしょうか。全く様子が違っています。この国連の会議に参加した日本の政党は日本共産党だけです。私たちは志位和夫委員長を中心とする代表団を国連に送りました。そして日本の被爆者団体と一緒に討論に参加し、みんなで協力して努力をしました。条約が採択された日には122カ国の政府代表が一緒になって国連の会場でこの条約の採択を大いに祝ったものであります。皆さん、先ほどお話にもありましたが、日本共産党は戦前侵略戦争に反対する平和の旗を命がけで掲げて最後まで守り抜いた政党です。その伝統と歴史を現代の世界に生かしたのが私たちは今の報道だったと誇りを持っています。では日本の政府はどうでしょう。国連の会場で日本政府の席は最後まで空席のままです。それからノーベル平和賞の授与についてもとうとう一言のコメントも発表しませんでした。恥ずかしい話じゃないでしょうか。皆さん、こういう政府はもうそろそろおしまいにして、国民を代表する政府、核兵器禁止条約に堂
と署名する政府に、それに変えていく大きな道をみんなで作っていこうではありませんか。私はこの50年間自民党と論戦をしてきました。もちろん私たちとは立場が根本から違う政党です。しかし以前の自民党は私たちが国会で今やってることの間違いをズバリ事実を突きつけて追及したら、たとえそれがアメリカとの関係の核心に関わる問題であっても率直に事実を認め政策を変える、そういうことをやったことを私は自分自身何遍も経験しています。例えばあの剛腕で晒した田中角栄首相です。その前からアメリカの原子力潜水艦が日本に入ってくるようになりました。政府は放射能を監視するから大丈夫だ、監視体制があると言ってやってきました。しかしその放射能監視のデータが全く認識で熱をばっかりしている、この事実を調べ上げて国会で突きつけたら、あの田中市長がそれは大変だ、この監視体制を全部やり直し、そう約束しました。そして新しい体制ができるまでアメリカの原子力潜水艦は日本に入れないということまで約束したんです。後から分かったことですが、アメリカ政府は大変怒りました。キッシンジャー国務長官の名前で共産党に言われて源泉ストップするとは何事だ、この状態は日米安保条約が重要部分が廃棄されたと同じじゃないか、厳重な抗議の電報が何遍も寄せられたとのことです。しかしそれでも当時の自民党内閣はそれに負けないで、新しい体制が完成するまで原子炉の飛行ストップをやりました。なんと皆さん180日間原子力潜水艦の日本飛行が止まっちゃったんです。敵ながらあっぱれだと思いました。その後の例えば福田内閣という内閣がありました。東京に近い千葉県の柏市に大きな米軍の占領地があったんです。ここに通信施設を作るアメリカ海軍の、これは日本の漁船も利用できる平和の灯台だというのが前宣伝です。しかし調べてみるととんでもない、これはアメリカの原子力潜水艦の作戦を支援する戦略施設です。私がそのことを調べ上げて 3000万の人間がいる首都圏にこんな危ない戦争基地を作るのかと追及したら、福田市長も事情を調べて検討する、そういう答弁をしました。今の政府にはこういう答弁はなかなか出てきませんよ。そして調べた結果どうなったか、結局米軍と交渉してこの計画を取りやめて占領地がまるまる日本に返還されたんです。何しろ東京ドームの40倍ある大きな基地でした。ですからそれが戻された柏には今たくさんの文化、スポーツ、住宅、そういう施設が集まった一大文化中心地が生まれたんです。皆さん、国会の論戦で重大な事実が明らかになると、たとえ日米の軍事同盟の核心に関わる問題であってもこういうことをやる、これが少し前の自民党政府でもそれだけのことをやるゆとりと幅があります。しかし皆さん、今の自民党はとんでもないでしょう。今沖縄の問題があります。ヘリコプターが墜落して、もうあわや惨事が起こるところです。しかしどんなにヘリコプターが起きても米
米軍に文句を言おうとしない。辺野古基地にあれだけ県民が反対してもアメリカの要求通り建設を続ける。まさに問答無用であらゆる問題を通しているのが今の安倍内閣ではないでしょうか。中でも問題は憲法の問題です。自民党の綱領には党ができた最初から確かに憲法の改正ということは書いてあります。しかし皆さん、安倍内閣以前の内閣はそうは書いてあっても憲法を正面から踏みにじることはやはり遠慮してきたんです。ところが安倍内閣はどうでしょう。まず特定秘密保護法というのを作って、日本の政治の真相を国民の目から塞ぐ、こういう暴挙をやります。次に安保法制、戦争というのを作って、このためには歴代自民党政府がずっと認めてきた憲法解釈も一遍で投げ捨てて、これを押し通しました。皆さん、それまでも日本には海外派兵の法律を何本も作った政府がありました。いや、その時はアメリカに言われてそれは言うんでやるんだが、しかし憲法9条を守らないわけにいかない。だから法律には必ず派遣した自衛隊は派遣先で武力の威嚇は行わない、武力行使は絶対にしない、つまり憲法9条の範囲で行動する、そういうことをきちんと基本原則として書いていたものなんです。それを安倍内閣は初めて今度の海外派兵立法、安全保障体制、戦争から取り外しました。さあ自由に海外で戦争行動してください、こういう道が開かれたんです。そして最後に、そういう無法に反対する国民の行動を抑えるために、今度は国民の心の中まで政府と警察が監督する、監視する、そういう凶暴法を国会で押し通しました。国連の担当者がこれは大問題だ、間違いだ、そういう意見を寄せましたが受け付けませんでした。まさに安倍内閣の下で日本はかつての社会全体を重苦しい空気が支配した、あの戦前まがいの状態に今ますます入り込もうとしているんです。こういうことを皆さん絶対に許すわけにいかないじゃありませんか。今度の選挙にはこういう安倍内閣、暴走内閣に対して国民のきっぱりした審判を下そうじゃありませんか。北朝鮮の問題でもただいま山口さんが言われた通りであります。もちろん北朝鮮が核武装する、これはアジアの平和にとっても日本にとっても世界全体にとって大変重大な問題です。だから私たちは国連決議を中心に経済制裁を進めていくことは大賛成です。しかし同時にこの問題で絶対に戦争をさせてはならない、これは腹の底から考えないといけない大事な中心問題じゃないでしょうか。戦争になればまさに日本も東アジアも世界ももう大破綻になります。ところが皆さん、安倍内閣はそういうことを頭の中に一かけらも考えています。世界の多くの国に、国連もこの問題では戦争は絶対起こしてはならない、だから軍事的制裁はやらない、経済制裁で問題を平和的外交的解決の道に進めていこう、これが国連決議の精神なんです。それに対してただ一人別のことを言っている人がいる、それがアメリカのトランプ政権です。私のテーブルの上には
どんな選択肢も用意されていると彼は発言しました。この中には明らかに軍事的な攻撃、先制的な戦争入っています。ですから世界ではこの発言に賛成した政府の人は誰もいませんでした。ただ一人安倍首相が全面的に賛成しました。安倍首相の外交ってこういうもんなんです。そして今ではアメリカはこの全ての選択肢がテーブルの上にある。これを実行するために海軍や空軍も動員して朝鮮の近辺で軍事的に相手を脅かす演習をやってるでしょう。そこに皆さん安保法制で日本の自衛隊は初めから参加してるんですよ。こんな危ないことはないでありませんか。日本は憲法9条を持っている国です。こういう危険な政策はやめて、そして政府自身が平和の政治に立って米朝対話を促進し、問題を平和的解決の軌道に残すためにあらゆる努力を払う。これが憲法9条を持った日本の当然やるべき朝鮮問題の政策ではないでしょうか。経済問題でも大変問題があります。安倍首相は消費税を 10% に引き上げる、そういうことを今度の選挙の大公約にしました。しかし皆さん、消費税とは一体誰が何を目的にして言い始めた税制なのかご存知でしょうか。だいぶ前、中曽根内閣の頃ですが、日本に消費税を入れよう、こういう提案を決定したのは財界団体である経団連なんです。それで経団連の記者が政府に何遍も何遍も来て1年がかりで政府を説得しました。初めは中曽根内閣も首を縫ってまして渋い顔をしました。しかし最後に財界の一部に負けて、じゃあ政府をやろうと腹を決めました。経団連がその方向を聞いて喜んで外貨を上げた。そのことがちゃんと記録に残っています。ではそれを実行したらどうなったか。結果はまさに財界が望んだ通りになりました。消費税の方は21年前に 3% と始まりました。その時の税の総額は3兆3000億円です。今では税率 8%、 今年の税収見込みは17兆円超えてます。こちらの方はどんどん膨れ上がるんです。じゃあ財界大企業の負担の方はどうか。法人税はその時の同じ期間に税率が 42% から 24% 台まで、 23% 台までほぼ半分に減りました。まさに財界が望んだ通りになったんです。でそうして財界の税金を減らしちゃったことが日本経済の役に立ったのか、日本国民の役に立ったのか。実は儲けが上がった分、財界や企業はそれを経済に使わないで、どんどん自分の貯金として溜め込んでるんです。そして溜め込んだ額を内部留保といいますが、安倍内閣の時代でもその溜め込み額は333兆円から始まって、今ではついに400兆円を超えるところまで来ました。今日本では格差と貧困が大問題になっています。その時に消費税を 10% 引き上げる、財界大臣の儲けを多めに見る、全く乱暴な話ではありませんか。今こそ財界いなりの
坂崎税制にストップをかけるときではないでしょうか。もし今の税制を大金持ち層や財界に黄金の負担を求める民主的なルールに改めたなら、皆さん、今安倍さんが言っている国民の教育負担を無償にするとか、すぐその財源が出てきます。それどころか国民生活と日本経済を改善する大きな改革が十分な財源の裏付けを持って実行できる新しい道が開けるのであります。さて、その安倍内閣を迎える今度の選挙、政界の様子がどうでしょう。選挙の直前に大変動がありました。マスコミではこの変動を3つの局ができた、3つの局の争いだ、三極論が盛んでありますが、私はこれは大変な間違った見方だと思います。希望の党は自民党政治の補完政治、言葉を変えて言えば別動隊です。安保法制も憲法9条改正も、あの変動の時に希望の党を営業する組合にちゃんと書き込んでるじゃありませんか。先日の党首討論会で C さんが小池市長に、ご当人に、希望の党の政策で自民党の基本政策の自民党の政策の根本部分どこが違うのかと聞いたことがあります。小池さんの答弁はこうです。私は安倍内閣で防衛大臣まで務めた人間です。その人間が自民党の政策と根本部分で違いがあったら自分を否定することになります。ご当人がこう言ってるんですよ。まさに自民党と同じ立場に立っている党だということの紛れもないご当人自身の告白ではないでしょうか。今の政界では自民、公明、希望、自民党政治の、いわば自民党政治を推進するこういう勢力、自民党的、準自民党的勢力です。これに対して日本の政治を本気で国民の手に取り戻そうというのが市民と野党の共闘の勢力であります。この共闘は一昨年の安保法制反対の国民的戦いの中で野党は共闘しろという国民の皆さんの声に押されて生まれました。昨年の参議院選挙では1人区だけの共闘でしたが、その共闘で11選挙区で自民党を見事に打ち破ったじゃありませんか。今度の選挙ではいろいろありましたが、共闘が文字通り全国規模で広がっています。選挙になると政権の受け皿どうなんだ、よく問題になります。しかし市民と野党の共闘、これこそがまさにその受け皿であります。まだ誕生して2年余りの若い共闘ですが、私たちはこの共闘がいろんな試練を受けながら成長発展して、人握りのお金持ちや大企業のための政府ではない、 99% の国民の利益を守る新しい政権の母体となることを確信しています。そしてこの共闘の成立達成のために日本共産党があらゆる努力を尽くしてきたし、今も尽くしている政党だということは、先日の大変動の中での私たちの態度を見ても分かっていただけることだと思います。皆さん、C
市民と野党の共闘、これを恐れる人たちは共産党とは交流が違うはずだ、共闘と共闘するのはおかしいじゃないか、そういうことをよく言います。で、そういう人たちは日本共産党の交流を読んだことがあるんでしょうか。例えば憲法の問題でも、そこには憲法の全条項、全文を含む全条項を守る、はっきり書いてあります。日本の政治の中で、こういうことを明確に綱領に書き込んでいる人は、私たちの党しかありません。もちろん、私たちの綱領は、当面の問題だけじゃない。日本国民全体の将来姿、日本社会の発展の大きな将来展望についても書いています。それは社会から格差と貧困がなくなり、平等と自由を全ての国民が謳歌できる、そういう社会です。これが私たちの未来社会の展望であって、ソ連式や中国式の社会ではないんです。社会主義の本当の姿はここにあります。その未来社会に進むには、日本国民全体の意思と努力で改革を一段一段一歩一歩進めていく長い過程が必要になるでしょう。どの一段を進むときにも日本国民の合意が大事、それがなければ前へ進めない、このことを皆さんちゃんと私たちの綱領には明記してあるんです。だからこそ私たちは今の問題で、国民にとっては重要な問題で、一致があるならば、綱領の違う政党、考え方が違う政党とも、またいろんな見方、考え方を持っておられる方々とも、本当に心を一つにして共闘をする、できる、そういう精神がここにあります。その頃は、こういう共同闘争は、今日の日本だけの問題ではありません。世界の全ての国の国民運動に共通する統一戦線の原則中の原則だと私は思っています。昔、第二次世界大戦の時に、ヨーロッパがヒトラー・ドイツによって攻撃され占領されました。その時に、フランスの宗教界のある方が、神を信じる者も信じない者も団結してヒトラーの侵略を戦おう、こういう声を上げました。これがヨーロッパの反ヒトラーの抵抗運動、レジスタンスの精神になったんです。安倍独裁というウルトラ欲の独走によって、国民の正義と日本の平和、憲法と民主主義が根本から脅かされている今日、日本社会に何よりも必要なのは、この精神ではないでしょうか。日本共産党は、この精神をもって、市民と野党の共闘が発展し、それが日本の政治の担い手となることを目指して、あらゆる努力を尽くす覚悟でいます。このことを申し上げるものであります。錦織沙織候補が当選で3年、国会で本当に錦織さんならではの独特の大きな活躍をしてきた皆さん方の代表です。錦織さんを押す方がどんどん広がっています。沙織を押すというバッジ、私も今日はここにつけてきてますが、こういう声が大いに広がっている。この選挙区では、自民党勢力を代表しているのは公明党です。公明党を打ち破って、どうか池内さんに、今度はこの12区の代表として、国会に送り出してください。このことを心からお願いするものであります。そしてまた、比例代表選挙では、日本共産党、
お願いしたい。日本共産党が比例で大きな得票へ大きな議席を持ってこそ、市民と野党の共闘のさらに大きな柱になれる。そしてまた池内さんが国会で活躍する舞台もさらに大きく広がるんです。皆さん、国民こそは日本の政治の主人公です。皆さんの一票一票が新しい日本の政治を描く強い力になります。どうか皆さん方の力で日本の政治の新しいページを開いていただきたい。そのためにも自分の国では池内沙織さんの当選を、そして未来の政府では日本共産党の躍進を、どうか心からお願いしてご挨拶に帰るものであります。どうも雨の中ありがとうございました。よろしくお願いいたします。ただいまのお話は日本共産党前議長不破哲三さんでした。いよいよ歴史的な総選挙も来週22日が投票日です。市民と野党の力でご一緒に新しい政治切り開きましょう。比例代表では日本共産党大きく伸ばしてください。東京12日からは池内沙織候補、必ず国会へ押し上げてください。重ねてお願いをいたしまして、この場所での日本共産党街頭演説を終わらせていただきます。お集まりの皆さん、ご近所の皆さん、長時間にわたりご清聴ご協力をありがとうございました。